皮膚希望愛好家の皆さん、こんにちは。先日ですね、これを改造して、これ伸縮タイプお魚網って言いますけど、皮膚希望を作ったらとてもいいですよと、まあ、これですね、改造は簡単なんですけど、とても使い心地いいですよという動画を作らせていただいたらですね、コメントで、いや専用品がセリアさんにはあるぞということで、何も作らなくてもいいんだぞと、まあ、こんなような教えを頂戴しまして、実は私知らなかったんですね、セリアさんに専用品があるっていうの。これを買ったいきさつっていうのは、そんな前じゃないと思うんですけど、セリアさんに行って皮膚希望ありますかと、こういうのをイメージしてたんですけど、多分ステンレスでできてて、こう伸び縮みしてふふって、吹いて火を起こすようなものなんですけどって店員さんに聞いたらですね、そういうものありませんと、売ってませんよと、取り扱ってませんと、まあ、そんなようなお答えだったので、まあ、ないなら作るしかないかということで、お店の中を、まあ、それらしいものないかなというふうに、見て回っていたら、まあ、あのペットコーナーみたいな感じのところがあって、それにこれがあったんですね。で、この部分使えそうだなということで買ってきてね、でここ簡単に取れますし、ここも簡単に取れるので、特段これといった工具もいらないし、で拭き心地もいいんですね。でこれなら皆さんにご紹介してもいいんじゃないかと思いまして、まあ、動画を作ったんですが、実はねこういう専用品出てました。ですね、商品名がファイヤーブロワーっていうのかな、まあそのままズバリの名前ですね。ちょっと出してみます。ここにね、こんな風に使うんですよという説明がありますね。はい、取れました。はい、これが本体ですね。これが今一番縮んだ状態で、これがお魚網を改造して作ったもの。サイズ、縮んだ状態では私が目で見た感じ全く同じ長さですね。全く同じ長さ。伸ばしてみますね。画面に入りきると思いますけど、伸ばすとこれぐらいの長さですね。ここ多分ゴムかシリコンかがついてるんですが、ここに口を当てて金属に直接唇が触れませんよというようなものだと思うんですが、これね今ねいじっていたらこれ取れますね、こういうふうにね。で、あ、取れるとちょっとここの加工がね、ちょっと鋭利ですね、やや鋭いです。なるほどね、まあ、唇を切ってしまうほどじゃないと思いますけど、滑らかに丸くエッジがしてあるというほどのことはないですね。こちらもちょっと先がちょっと鋭いかなと、まあ、長さこんなもんですね。これの長さが伸びきった状態で40センチだそうです。さて、じゃあこちら改造で作ったお魚網の皮膚希望どうかと言いますと、多分画面に入りきらないですよね。これ長いんですね、これに比べてね、ものすごく長いんです。が、長さはというと、64センチありますね。で、長さが違うので、おそらくですね、焚き火の威力が強いとこちらの専用品はね、顔が厚いかもしれないですね。このこれしか距離がないから。じゃあ早速またね、現場に行って試してみましょう。こちらがね、専用品の皮膚希望、そしてこちらが改造した皮膚希望で、こちら専用品ね、家でのレビューでも言いましたけど、ここがね、口に当てる部分ですね、取れやすいんですよ。持ってくる途中もちょっと一回取れかかったりして、まあ拭き心地は別にいいですよね。で、家でのレビューでもちょっと気にしていましたけど、ここのね、エッジのところが加工がね、
ちょっと鋭くなっちゃってんじゃないかっていう件は、実際使ってみるとこのキャップを外してもそれは全く気にならないですね。なんか危ないなとかそういうことはないです。でこちらの改造品も、まあ、同じような感じですからね。こちらは5段、こちらは3段っていうところもあって、専用品の方が握りが細いです。改造品の方がやや太いですね。それはまあこう5段になってるからっていうことですよね。じゃあね、焚き火をして吹き比べてみましょう。昨日は一日雨が降ってたんですよ。ですからもう森の中が湿けてまして、非常に火がつきにくい状態なので、ちょうどね、火吹き棒のチェックをするにはちょうどいいかもしれないですね。さあ今ですね、着火間もないんですが、まだ火力が弱いので、火吹き棒で空気を送り込んで火力アップしようと思います。まずは、専用品、はい、問題なく使います。続きまして改造品、うん、吹いたね、吹き心地は特段変わりないんですけど、やっぱりね、この専用品はこの何といっても短いっていうアドバンテージがあるので、どうしても顔近づけますよね。今火力が小さいので気になりませんけど、もうちょっと火力が上がった時にどうかね。ここですね。でやはりこの改造品はここが長いでしょ、64センチありますから、十分火から離れて吹くことができるので、熱とかね、この煙で目が痛いとかっていう影響がだいぶ少ない感じがしますね。じゃあもうちょっと火力を上げたところでね、またやってみましょう。それで焚き火をやってるとね、こんな風にあれって一瞬火が落ちてしまうこともあって、特に焚き火の初期の段階は、でこの時も口でねってやってもいいんですけど、火吹き棒を使った方がよほど楽なんですよ。こちら専用品ね、使っています。はい、 OK。 で次こちらの改造品、なんかもうこの段階である程度答えが出ちゃってる気がするけどな。はい、今ね、火力がだいぶ強くなってきました。でこの状態ではまあほとんど別に火吹き棒を使わなくてももういいんですけど、どんどん燃えてますからね。これに、薪を追加したりした時にはまあ吹くようなシチュエーションももしかしてあるかもしれないので、まあこれくらいの熱量の時にね、どんな感じなのか吹き比べてみます。ちょうど効率よく吹こうとすると
ここからですね、まあ20センチぐらい離れたところにこの口の先端が来るといいのかなと思うので、20センチってこの辺ですね。うん、吹いた時にね、ブワーッと火力が上がるので顔にすごく熱を感じますね。同じようにこちら魚網を改造した皮膚規模を使っていますね。やはり20センチぐらい離したところから、うん、これはね、ここの口まで20センチ離すと、これ自体が64センチあるので84センチ、まあ、炎から顔が遠ざけられるので、これに比べるともう全然顔が熱くないです。でもうこれぐらいね、効率よく燃えてると煙あんまり出ないんですけど、ここに薪を追加したりすると煙が一瞬ボワーッと出るんですね。でその時もやっぱりね、顔が離れていた状態で操作できるっていうのは実用の面でいうとすごく重要なことなんです。まあこれくらいまでやって、大体この2つの違いがもう明確に出ました。大体思った通りかなという感じです。ちょっとお茶沸かしましょう。ではいただきます。美味しい。今日はね、このセリアさんの皮膚規模の吹き比べやってる都合上もあって、マグカップもですね、100均さんのもの使ってます。これだいぶ長持ちしてますよ。いつも持って歩いてますけどね、ステンレス製ですね。多分これはね、ダイソーさんで買ったものだったような記憶があるんですけど、使いやすいです。これなんだったら焚き火に入れちゃってね、これで炒め物もできますしね。 さてこの両者、こちらが専用皮膚規模、こちらが魚網を改造した皮膚規模で、どちらが良かったかと結論から先に言うと、圧倒的にこちらの改造品の方がいいです。でこれがいい理由と、それからこちらがダメな理由と、こちらもいいところがあるので、それこれから言いますね。まず専用品ね、いいところ、これは何と言っても買ってきて袋から出せば何の改造もいらずに即その場で使えるということですね。マイナス点で言うと、ここのね、口のところのキャップがすぐ取れちゃうので、これね、でこれはもういらないなら最初から取って捨ててしまうか、まあ僕いりませんけどね、こういうものね。なんかかえってこの隙間のところに汚れが入って不衛生になるような気がしちゃってね、これちょっと僕の気のせいかもしれませんけど、これ大事に使いたいんだったら接着剤でもう止めて落ちないようにするか、まあこのどちらかでしょうね。であと何と言っても最大にこれのよろしくない点は、伸ばした時に短すぎるっていうことですよね。まあ人によってね、これで十分だっていう方もいるかもしれないんですが、まあ僕がこういう現場でね、ブッシュクラフトしながら使おうと思う時には、短くて実用に耐えません。これ使えない。でこの収納した時のサイズがね、その分小さくなるから持ち運びがいいっていうんだったら別ですけど、こちらの改造した時のものと全く同じですのでね、長さは縮めた時は、で伸ばした時の伸び率が少ないので、ちょっと使い物にならないかなという気がします。でこちらのお魚網の改造版は、
改造しなくちゃいけないので一手間いります。買ってきた時にここのゴムを外して、まあ外さなくてもね、ここの一番口のところだけハサミでこう取ってしまえば、まあ、筒状に穴開きますからグリップがついたままでも使えますのでね、僕が前回の動画でやったみたいにハサミで無理やり取らなくてもいいと思うんですが、やっぱりちょっと衛生的にね、こう何もない金属そのものの方が衛生的にいいような気がしてね、僕の場合で。あと先端も網がついてるのでそれをこう引っこ抜かないといけないんですが、まあおそらくですね、どちらの作業も工具がなくてもその気になればできます。まあ強いて言えばこうハサミがあればいいし、まあ、こういうキャンプの現場に来るときってナイフが持ってますから、ナイフでねこう削るような感じですって取ってしまえば簡単に取れますの で、こちらはその改造がとっても楽だっていう良さと、それからこの伸ばした時の64センチっていう長さがもう絶妙にいいわけですね。これが非常にいいと。これ多分長すぎて1メートルあっても、まあ、1メートルはいらないと思うんです。小さな炎から大きな炎まで扱うのに顔が熱くないし、煙からも遠ざけられるし、この要するに燃えてる火から顔を遠ざけることができるっていう絶妙な距離が取れるので、まあこれはそういう意味で非常にいいですね。ですからこれ欠点がないんですよ、全然。ここが嫌だとかここがダメとかで、もちろん重さ的にもね、もうポケットに入れてしまえば持ってること忘れてしまうほど軽いです。ということで、この両者専用品と改造品、どちらがいいか先ほど言いましたけど、圧倒的に改造品の方がいいです。2つセリアさんのお店にこう並んでたとして、皮膚希望として使うときに正直どっち選ぶんだと聞かれれば、まあ私の場合は迷わずこちらのお魚網の方を使います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。